キチャンネル。ちょっ、さあ月曜日です。総チェック。はい、ということで前半戦終了でございます。オールスターまで向かってね、しかも今日は日韓戦ありますから、ぜひビーステで朝やってますから、ぜひ皆さん見てくださいね。さあということでね、終盤どういう終わり方をしたのかね、ぜひ佐々木チェックとともにやっていきましょう。まずはパリーグから、西武対ソフトバンク、19日の試合0対4でソフトバンクの勝利というところで、西武先発竹内、ホークスに対しては今年完璧なピッチングをした中で、7回105球7安打8三振1四球4失点、今季ワースト4失点、まあ、シーズン半分以上終わってオールスターまでで4失点ルーキーが、それが最多っていうね、まあ、ここまでね素晴らしいピッチングっていうところで、まあ、これはまあね攻められないでしょう。でソフトバンク先発シュワットジュニア、7回97球3安打3三振2四球2デッドボールも失点と、若干4四球出したっていうところで制球乱れがちかなっていうところはあるけども、本当に今年は見てて安心感もあるし、7回97球っていうところでは、平均の球数よりも少ないし、非常にね素晴らしいピッチングが続いてるんじゃないのかなっていうね。まあ、今年ここまでね4勝2敗防御率 2.09 だからね、この日本でね格段に成長していって、まあ、将来的にはねメジャーに行くだろうっていうところはあるけども、その成長過程をねこのソフトバンクでしっかりね見せて結果も出しているっていうところは素晴らしいピッチングだと思います。まあ、その中で西武はね3回裏先頭高木デッドボールで外崎住谷にアウトになるけども、2アウト1塁から源田が、左中間をね抜ける、2ベースを打つんだけども、ファーストランナー高木がホームタッチアウトっていうところで、ホームの返球もそれてるからね、それたのにアウトだから、それたのにねちゃんと来て2アウトだから、いや一気にギャンブルで行こうとね、ギャンブルで大きくて行こう、それが完璧な中継をされてアウトだったらまだわかる、それたらセーフのタイミングだから行けだったらわかるけども、それてもアウト、バッと三塁コーチャーの信号機壊れね、あれ2アウトだからって何でもかんでも回したらいいっていうわけじゃないからね、あそこはもうストップでしょっていうね。まあ、ここで先制のチャンスを逃して、その後にね、4回表、ソフトバンクの攻撃、先頭栗原2ベース。で、山川は、近藤アウトになるけども、2アウト2塁から、正木がね、センターへタイムリーヒット。そして、牧原はね、タイムリーヒットと2点先制。ね。で、7回、ね、またも正木がね、ライト前ヒット。で、牧原6リバウンドをきっちり決めて、1アウト2塁から、甲斐がね、レフトへタイムリーヒットで3点目。そしてシュートアウトになるけども、ここで今宮の時に竹内がねこうサイン見て、あ違うな、若干こう動いちゃうっていうね、あのもう若干動いて止めたらボークだからね、もう足外さないとっていうね。で、ボーク、しかもその前にねワイルドピッチがあって、あれもちょっと大きく弾きすぎたね。で、ランナーセカンド行ってボークになって2アウト3塁になって、今宮はねセンターのタイムリーヒットっていうところで、まあ、ここら辺はちょっと もったいなかったよね。この4点目は取られるはずじゃなかったところだから、これミスからの失点っていうところが痛かったけども、西武としたら3安打っていうところで、まあもう完敗だねこれはね。まあホークスとしてはしっかりね、天敵竹内に4点取ってね、このオールスター前にしっかりね、嫌な感じをね払拭するねイメージを作らないっていうところでは、竹内に勝ったっていうところでもねいい勝ちだ方だったんじゃないでしょうか。20日の試合西武対ソフトバンク5対3でソフトバンクの、逆転勝ちっていうか、最後ね追いつかれてもしっかり勝ち越したなっていうね、西武先発今井7回115球5安打8三振4四球3失点とね、まあ初回の3失点痛かったなっていうね。でソフトバンク先発大津7回95球7安打3三振1四球3失点と、まあどちらもねホームランにやられたかなっていうね。西武はね、初回ワンアウトから、鈴木翔平がねツーベースで、ワンアウト二塁から野村がね、西武へ移籍してね、古巣のホークスからね西武で初ホームラン、ツーランホームラン、カバティン。ね。で、その後、ワンアウトから山村アウト。で、ツーアウトから昼間がライトスタンドをホームランとね。まあ、しっかりね、3得点取って、これ一気に行くぞっていうところで、まさかの2回ワンアウトから、近藤正樹の連続フォアボール。そして、ストライクが入らなくなったところ、柳町初球ボール。そして2球目、ストライクを取りに行ったど真ん中のボールを、ライトスタンド一直線、同点ホームラン、柳町。これはもう完全に取りに行っちゃったね、ストライクをね。まあそれを見逃すんでね、しっかり柳町がスリーランホームラン打ったっていうところがね、まあ素晴らしさもあるけども、西武としたら痛いね、いい形でいってるだけにね。でその後もね、ソフトバンク3回表ね、ワンアウトからシュートセンター前ヒットで、栗原の打席でシュート盗塁試みるもアウト。この盗塁アウトはねでかいね、キャッチャーねここがねナイスローイング、
これセーフになってたらパンパンパン行かれてる可能性あるからね。しかしその後ね、ツーアウトに、なってからでもね、栗原がセンター前ヒットで山川レフト前ヒットチャンス来るけども、ツーアウト一塁から、近藤がピッチャーゴロとしてね1点取れず、4回表にもね、松木が先頭でヒットを出るけども柳町牧原海戸とね、続けずね。で5回にも先頭ね1番川瀬がフォアボールで出るけども、その後シュートを栗原山川ね、続けずっていうね。まあホークスね先頭出すけどもなかなか得点に結びつけられないっていうところでね、まあ今井がねその2回にねストライク入らないで失点したっていうところもあるけどもね、しっかり尻上がりにね状態を上げて踏ん張ったっていうところもあるし、で西武もね3回裏ワンアウトから鈴木翔平レフト前ヒットで出るけども、野村大地が 5-4-3 ダブルプレーで続かず、4回にも蛭間がレフト前ヒットで出るけども後続続かずとね、ランナーを出すんだけども後続続かずっていう連打が出なくてね、まあどちらも厳しいね。しかも7回裏ね同点の場面で先頭ね外崎フォアボールで、松原がきっちり送りバントを決めて代打西川がセンターフライで、ワンツーアウト二塁から代打奥村が、センターへねヒットを打つんだけども、ここでねセカンドランナー外崎がホームを狙ってねタッチアウトっていうところで、ソフトバンクね、センターシュートね素晴らしい送球クソ球ね。でもこれねギリギリアウトだった。でこの外崎はね回していいのよ。前のあの高木、前日の高木と全然違うね。この外崎はもう回していいっていうところでね、まあこれはもうね、このちょっとでもそれがセーフだっただけにね、これはもうホークスのね、守備待機が良かったかなと。で、両チームともね、なかなか得点できない中で、8回裏ね、ワンアウトから鈴木、野村連続デッドボール、ここヘルなんです。しかもね、指輪入れちゃってて、ね、これちょっと後で解説するね。で、指輪外されてね、で、制球が荒れた可能性もあるけども、山村がライト前ヒット。で、ここでね、ランナーストップするわけ。あのセカンドランナー鈴木ね、これはね止めれてるのよ。このね19日の試合ちょっと信号壊れてたけど、20日試合で信号正常ね、これ止めたのよかった。あんな無理やり言ってたらねアウトだから、まあワンアウトっていうのもあるけどね。で昼間セカンドゴールでアウトになるけども、ツーアウト満塁から友崎がね高めのストレートもう狙い打ちでね大きい引っ張ってまっすぐ 1-3 でねレフト線へタイムリーツーベースで、5-3で9回ね、ピッチャーアブレイユが出てきて柳町回連続ヒットでね同点にもしくは一発逆転のチャンス来るけども、ツーアウト2塁から川瀬がね三振っていうところでゲームセット。西武のね2回8回しっかり信号機もね正常に動いて勝ち越したっていうところはいい形だしね。まあ今井もね、ちょっとバタついたけどもその後しっかり踏ん張って、でボータカーシアブレイユとね続けれたし、まあ今井も7回投げれた。まあ大津もね、初回の失点はあるけどもしっかり7回投げた。まあ両先発ねしっかり踏ん張れたっていうところはまあいい形だったけども、西武はね最後踏ん張った。しかしヘルナンデスの問題です。はい、さあということでね、この指輪問題だね。これはもうねその手首ね、まあ、解説でもあるけども、この利き手の、俺だと右で、利き手の手首より上に何かしらつけちゃダメなの。テーピングを巻いちゃダメなの。ね。そういったところでね、指輪をしてるっていうね、中で、まあ、これが故意なのか、ね、取り外し忘れちゃったのかっていうところはあるけどもね、なんか聞くところによると、ね、投げるときは外して、右側にして、っていう付け替えてるっていう話も聞くんだけども、まあそれだったらもうみんながやってるネックレスだよね。だからもう違反投球だからね、よくね退場なんなかったなっていうね。メジャーとかだったらちょっとこれベタついてるだけでも退場だからね。そういった意味では退場に値するようなことなんじゃないのかなっていうところもあるし、まあ今までねそんなつけて投げてると思ってないからね、この今までのピッチングでどれだけそれをつけてた可能性があるのかっていうと、そこももしつけてなんだったらね、これはかなり悪質な部分になるから、まあそこまでは俺も分かんないからね、あの家庭の話を、してるけども、だからまあよくねなんかあの渡辺監督の話を聞くとブルペンから連絡が来てね、なんかつけてるぞとって言ってなったんだけども、まあここまでね、だからヘルナンデスももったいないよね。ここまでめちゃくちゃいいピッチングしてきて、その開幕以来ね二十何イニング連続で、三振を取ってきてるっていうね、いい形で頑張れてるのに、それをケチつけられたら本人ももったいないし、やるべきことじゃないね、違反だからね。でも逆にこれずっとやってたんだったらかなり悪質だしね、まあやったりやらなかったりする時があったとしても悪質だしね。そういったところは失敗審判団も今後、まあ今後こんなことないと思うけどもチェックしていかなきゃいけないし、これは他の投手も含めてねもっとやっていかなきゃいけないっていうところもあるし、まあこれはかなりの問題、大きな問題なんじゃないのかなっていうね。しかもこれまでいいピッチングしてただけにねケチついたらもったいないよこんなことでね。でもそれをしてていいピッチングだったらこれは大問題だからね。そういったところでは調査
捜査、今後のに向けて審判団もね、もちろん本人もジジイもね、襟を正してやっていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうね。でしかもそれがね、まあそのだけの問題じゃないかもわかんないけども、その指を外してから制球乱れたりバタバタして最後打たれたっていうところがあるからね、つけてるからいいピッチングしてんだろうって思われても仕方ないからね。まあそういったところは次の登板も含めてね、まあつけてなくてもいいピッチングをするとは思うからね、しっかりやっていってもらいたいなと思います。現状ね、1勝1敗の5分、3戦目どうなるのか。西武対ソフトバンク、1対0でソフトバンクの勝ちというところで、西武先発隅田ね、9回101球7安打7三振無四球1失点、関東敗戦ヤクピチ仕方ないね、打線勝つ、はいね、でソフトバンク先発モイネロ8回113球5安打9三振無四球無失点、両サーンのね、素晴らしいピッチングっていうところでしたけども、まあ、西武は6安打ね、ちょっとチャンスらしいチャンスね、なかなかなかったっていうね、まあ、ランナー出るけども、まあ、後続続かずっていうね、単発で終わっていったんで、で、まあ、ソフトバンクもね、チャンスで1本出ないで、なかなかいかない中ね、9回、先頭のシュートはセンター前ヒット、で、ここできっちり今宮が送りバントを決めて、で、代打中村晃、ワンアウト2塁からレフトフライに終わるけども、2アウト2塁から3番栗原がセンターへ、先制のタイムリーヒット。ね。しかもランナーがね、シュートっていうところで、まあ、イージーのね、ホームインっていうところになったけども、しかし、9回裏ね、ピッチャーモイネロから松本が上がって、西武の最終回の攻撃、ワンアウトから野村大樹フォアボール、そして、山村がレフト前ヒット、で、ワンアウト1、2塁から蛭間がセカンドゴロで、2アウト2、3塁になって、外崎を敬遠して、西川で勝負っていうところで、センターフライゲームセット。まあ、なんとかね、松本のセーブシチュエーションでセーブになって抑えたけども、やっぱり若干バタつくね、ここら辺がこのね、オールスターブレイク、ソフトバンクはね、この終盤の締め方っていうところ、ちょっとそう調整したいなっていうところはありますけども、ソフトバンクもね、このカードね、2勝1敗で勝ち越したっていうところで、まあいい形のね、締めくくりになったけども、前半バタついてね、ホークスもちょっと負け越してね、いった中でね、まあ今週はね、3勝2敗と勝ち越しっていうところもあるけども、ここまでね、オールスターブレイク、1、2、3、4、5、6、7勝、1、2、3、4、5、6、7、8、9敗、まあ、借金2っていうね。まあ、ちょっと踏ん張り返したかなっていうところもあるけども、まあ、ここでオールスターブレイク挟んでね、どこまでリフレッシュできるかっていうところと、まあ、西武はね、7月も、カード勝ち越しなしっていうところで、カード勝ち越しがあるか。オリックス戦カード勝ち越しか。4勝1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。4勝12敗、借金8。まあ、もうきついね。まあ、若手のタイトルの中でね、まあ、菅井とかね、青山とかね、広間もそうだし、そういったところはね、野村大地も移籍主義でそうだし、頑張ってるからね、ここら辺の底上げして、チーム力をね、まあ、こんな言い方したらあれだけど、もう仕方ないからね、来年、再来年に向けて強化していきましょうっていうね、ところですかね。まあ、結果はね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越し、まあね、いい形でホークスはね、勝ち越して、オールスターブレイク。でもちょっとリリーフ陣ね、ちょっとバタついてるのは心配になるね。しかし、隅田はね、本当にナイスピッチング。隅田ね、竹内、本当に若い世代頑張ってるからね、チームを押し上げて、なんとか改革していきたいところではありますね。ロッテ対日本ハム、19日の試合、1対2で、日本ハムの勝利というところで、ロッテ先発、小島、9回116球、2安打6三振、2四球2失点で、関東敗戦。しかも2安打、しかも両方ホームラン、ノーヒットノーランするかって言われたところから2ホームランで負けて打線バッチ、はい、ね、日本ハム先発加藤、7回3分の192球7安打6三振無四球無失点とね、加藤も持ち前のね、フォアボールがない、打たせて取る、ね、でしっかり三振もね6個取れてるっていうところでは非常にね素晴らしいピッチングだし、球数も少なかったし、まあその後ね、川野田中正義とねしっかりリリーフでしっかり勝ち切ったっていうところでは最高の試合展開だったんじゃないでしょうかね。で8回もね、ノーヒットノーランで迎えた先頭1位ね、新庄監督からもう思い切って引っ張っていけっていうね宣言通りに3ボール1ストライクから思い切ってね甘めの辺ストレートをね引っ張り込んでライトスタンドへねホームランカパッティね。でこれでね、で9回の表ね、2アウトから郡司のね、レフトスタンドへのホームランでね、2点目っていうね。でロッテは、9回の裏にね、ピッチャー田中誠から、外デッドボール角中フォアボールね、で中村翔が送りバントを決めて高部フォアボール、おいどうしたどうしたとね、これあるぞと、これをね、ここでしっかり逆転するのがロッテの野球だぞっていうところでワンアウト満塁から、サードゴロの間に1点を挙げて、ここねホームに投げなくて本当大正解、サードね、奈良もね、あれをしっかり1点やってもいいからファーストに投げてアウトにしたのが大きいね、あれ満塁だからってホームに投げて万が一セーフだったら終わりだからね、
1点取られてもいいっていうね、あの、7番のね、判断は非常に良かったと思います。で、2アウト2、3塁から代打ポランコはね、ショートゴロでゲームセットっていうところで、まあ、小島がね、日本塁打に沈むっていうところで、まあ、ロッテとしてはね、初回、ワンアウトから藤岡佐藤の連続ヒットで、クリーンアップに向けてチャンスを作るけども、外三振、石川がね、ライトフライと、得点できずね。で、その後もヒットを打つけども、後続続かず。で、中盤は三者凡退でなかった中で、まあ、6回裏ね、2アウトから外石川の連続ヒットでチャンスを作るけども、中村が、1本出ず。ね。で、7回にも先頭高部がね、ライト前ヒットに出るけども、山口三振で、友杉三振ゲッツっていうね、ところで、まあ、チャンスはで、ね、作るけども、1本出ない、チグハグな攻撃時。まあ、そこをね、日本ハムがよく踏ん張ったなっていうところもあるしね、8回にもね、先頭岡を打ち取って、藤岡からピッチャーを左に変えるっていうね、まあ、ここで藤岡佐藤って続くからね、で、それをしっかりね、河野が、藤岡をね、ファーストファールフライで佐藤ピッチャーゴロとね、しっかり抑えて、ここら辺もね、しっかり慎重にね、ブルペンも含めて、リリーフできたっていうところも大きかったし、で、まあ、日本塁打でね、しっかり勝ち切る。まあ、日本ハムはね、ほんと、この2本だけだからね、ロッテとしてはこれを勝ち切れないのはね、めちゃくちゃ痛い敗戦、打線陣バッと。まあ、小島も頑張ったけどね、まあ、ホームラン2つだからね、まあ、仕方ないね。でも、この軍事のホームランもったいなかったね。続いて20日の試合、ロッテ対日本ハム、2対10で日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発バーハイゲン、6回77球、2安打2三振、無四球2失点、非常にクッピッチ。スライダー、ナックルカーブ、変化球、めちゃくちゃ良かったね。切れ味も鋭かったし。しかもね、前回はちょっとクイックに不安があるっていうところで、ホークスにね、めちゃくちゃ盗塁されたけども、まあ、この日はね、2安打しか打たれてないんで、そもそも盗塁する機会すらないっていうね、ところではね、非常に素晴らしいピッチング。まあ、2失点あるけどもね、1つエラーだからね、自責点はね、なし、1っていうね、ところだからね。そういった意味では非常に素晴らしいピッチング。で、ロッテ先発ね、タレイチ。4回94球、10安打4三振、1四球、1デッドボール、9失点。ね。まあ、序盤はちょっと低いかなっていうところあったけど、もうそれ以降は変化球は高い、ストレートも高い。で、日本ハム打線は積極的にどんどん振ってくる。で、それをアジャストして打ち返すっていうところで、すべてが振りになっていったね。だからもう全部高かった。そこをタリーチもね、ストライク先行に投げれてたけども、全部高いからね、仕留められるっていうね、あれをもっと低めにしっかり投げてれば、もっと違うね、結果になったと思うけども、すべての球が高すぎた。で、それをね、日本ハム打線がしっかり仕留め切った。で、2回表ね、日本ハムの攻撃、マルチネス石井が連続ヒット。で、野村がファーストファールフライでアウトになるけども、清宮センター前。で、ワンアウト満塁から伏見がね、センターでタイムリーヒット。ここら辺はね、低めの変化球ね、まだこう投げれたんだけどね、伏見もしっかり合わせてセンター前。で、7番のレフトツーベース、ここら辺が高くなってきて。で、浅間のね、犠牲フライ。で、ここでしっかり4点を取って。で、3回の裏にね、ロッテは先頭藤原がライト前ヒット。で、安田がね、ライト前ヒット打つんだけども、ここで万波がね、ファンブル後逸。で、その間にね、藤原がホームへ帰ってきて、安田自身もツーベース。で、茶谷がね、ピッチャーゴロ。この間にね、三塁行って、ワンアウト三塁から内野陣を後ろに下がってるっていうところで、セカンドゴロで2点目。これでね、ロッテここから行こうかなっていうところで、この4回の1点が日本も大きかったね。4回の表、先頭ね、清宮がセンター前ヒット。で、内海が送りバント決めて、ワンアウト二塁から7番ね、センターへタイムリーヒットで5対2。この1点めちゃくちゃ大きかった。で、5回に、グッジツーベース、マルチネスデッドボール、で、石井センター前タイムリー、で、代打水谷がライトへタイムリーツーベース、そして、ツーアウト二塁7番の時に、ピッチャー、谷口から変わった岩下がね、ワイルドピッチ、あのワンパン止められへんぞ。あんなもハードに落として、ドライヤー前に。で、点々とファールゾーンに転がってる間に、セカンドランナーの水谷がホームへ帰ってくる。これは返しちゃダメだね。バッと。ね。でもよく水谷ね、しっかりホームまで帰ってきた。まあ、セカンドだからっていうね、ボールも見えてたっていうところもあるけどもね。あと若干ね、マリンもね、ちょっとだけ広くなってるとこあるけど、そこのところに行かなかったけどね。で、6回表にも、浅間万波が連続でヒット。で、ノーアウト1塁から、軍司がね、タイムリーツーベースで1点を取って。まあ、この後ね、ノーアウト2、3塁から、マルティネス、石井、水谷とね、三者凡退でもう1点取れず、ここでバンバンバンって言ってたらね、もっと大量得点あっただろうけども、まあ、そんな必要もないっていうね。ロッテは、3安打、2得点、しかも相手のミスも絡んでっていうところで、完敗でございます。日本ハムはね、完勝。これね、一気に3連勝して、オールスター前にね、いい形の貯金を作ってね、今、3位、ロッテと2ゲーム差、1ゲーム差にしてね、オールスターブレイク行きたい。さあ、3戦目、どうなるのか。ロッテ対日本ハム、7月21日の試合、6対10で日本ハムの逆転勝利ということで、このカード、3連勝。これはかなり大きい。
しかも日本ハム2位ロッテに1ゲーム差、ロッテはどんどん引き離されるっていうところで、日本ハム先発伊藤大海、4回3分の1、82球、8安打2三振、3四球、5失点と、ロッテも本当勝つかと思ったけどね。で、ロッテ先発石川も4回3分の1、82球、10安打1三振、デッドボール1個に4失点と、ね、いうところで、まあ、両先発崩れるっていうところでね、まあ、ロッテは初回、2つのフォアボールでね、ワンアウト1塁のチャンスを作って、外がね、センターへタイムリーヒットっていうところで、まあ、1点先制。しかし、その後、ワンアウト1塁から高部がフォアボール。で、ワンアウト満塁になって、安田がね、ファールフライ、郡司が、ナイスプレー、郡司、グップレー。ね。で、山口がピッチャーゴロっていうところで、ここでもう1点でも取んなきゃっていうね。で、2回、3回はね、ロッテも三者凡退で、日本ハムもね、初回、ワンアウトからね、水谷センター前、郡司デッドボールでワンアウト1塁チャンス作るけども、アレルマルテス643ダブルプレイ。で、2回もね、清宮がツーベースをつけると、万波、タミヤがね、続けると。ちょっとタミヤのね、打率が落ちてきてるね。で、3回にもヒットを打つけども、後続ね、続かずっていったところで、まあ、日本もね、ランナー出すけども、なかなか点が取れなかった。その中で4回表、先頭軍事がセンター前。で、マルテスがアウトになって、石井もアウト。で、2アウト1塁から清宮が内野安打。で、2アウト1、3塁から万波が同点のタイムリーヒット。そして5回には、ワンアウト2塁から水谷タイムリー、郡司タイムリー、マルティネスタイムリーと3者連続タイムリーで、一気に4対1大逆転。ね。これもういくかなと思ったら、5回の裏、ね。伊藤博美が踏ん張りきれずっていうところで、藤原がね、レフト前ヒット。で、ここでね、水谷がファンボールしてる間にランナーセカンド行って、で、岡がね、レフトヒット。で、ノーアウト1、3塁から小川のね、内野ゴロの間に1点を挙げて、で、藤岡続いて、外がなんと3ランホームランで逆転。で、そして6回に藤原がホームランを打って6対4。これで間違いなく、ロッテが勝ったと思ったけども、7回表。ピッチャーね、沢村からコルデルに変わって、もうただ投げてるだけ、全力でっていうね。その中で水谷フォアボール、で、グンディがツーベース。で、ノーアウト2、3塁から、アリエル・マルティネスがタイムリーヒット。そして、清宮のホームランで、逆転。そして、9回にも、石井のタイムリー。そして、清宮の、スリーランホームランで、ね、一気にダメ押し。10対6。清宮2打席連続ホームラン。頑張って。まあ最終回ね、1点差というところで、まあもうオールスター休みに入るから増田をね、追い込んだっていうところもあるけども、作失敗っていう中で、まあ15安打ね、まあ日本もこの3連勝はね、かなり大きかったし、ロッテとしては藤原のホームランで勝ち切らなきゃいけないところで、まあリリーフのね、不安定さっていうところが、まあ出たかなっていうね、ところではかなりね、ロッテは痛い敗戦だったかなと、ね、この1週間ね、月曜日にソフトバンクに勝ってから1勝5敗だからね。逆に日本ハムはね、今週5勝1敗、真逆っていうね。ところでは日本ハムはね、いい形でね、締めくぐって、7月ここまでね、5、6、7、8、9、10勝6敗の貯金4でね、オールスターブレイクになるっていうところではね、非常にいい形の3連勝。逆にロッテは最悪の3連敗でしたね。オリックス対楽天、19日の試合、2対3で楽天の勝利というところで、楽天先発早川、8回100球、6安打7三振、1球1デッドボール2失点と、球数も少ないしね、非常に、自分の思った通りのピッチングがね、できたっていうところもある中で、7勝3敗、素晴らしいピッチング、ピッチングだと思います。ソフトバンク先発、ソダにね、4回3分の2、78球、7安打7三振、1球3失点とね、いう形で、まあホームランにねやられたっていうところもあるけども、まあヒットも打たれながらねしっかり三振も打たるね、まあちょっといいところと悪いところがねちょっとはっきりしたピッチングだったけども、まあいいピッチングはねできたんじゃないのかなっていう中でね、楽天は3回の表ツーアウトからね太田ツーベース、小郷フォアボールでツーアウト1、2のチャンス来るけども、村林がね三振ね。でこの回ねだって三振3つだからね、だからそこら辺がね打たれるけどもしっかり抑えるっていうね、外に。で、4回表、ね、先頭辰巳、三振。で、4番、浅村がレフト前ヒット。で、鈴木大地が送りバントを決めて、もうなんとか1点取りに行くんやっていうところでね、ツーアウト2塁からフランコがね、レフトにタイムリーヒット。で、ツーアウト1塁から阿部が、左中間へツーランホームラン。クッパッティ。これで一気にね、3点先制っていうね。で、なかなかオリックスはね、チャンスも、出せず、ね、その中で5回の表ね、楽天、小郷村林が1、2番連続ヒット。で、ノーアウト1、2塁から、辰巳が初球を打って4、6、3、ダブルプレーになるんだけども、まあ今ね、この試合始まる前まで辰巳がね、3割打ってるっていうのもあるけども、この3回にワンアウト1塁から鈴木大地に送りバントさすんだったら、俺はここ辰巳も送りバントでよかったんちゃうかと、一気に突き放すためにね。
で、ワンアウト二三塁を作って、ね、4番浅村、そして鈴木大地、最低でも1本取っていくっていうね、ところで言うと、もうちょっと楽な展開になったと思うけども、辰巳がダブルプレー。で、浅村がフォアボールになるけども、鈴木大地センターフライで追加点取れず、ね。で、6回の裏、ね、オリックスの攻撃。ワンアウトから太田センター前。で、森が、フェンス直撃のツーベース。で、ワンアウト二三塁から中川のショートゴロの間に行って、こう後ろ下がってるからね。で、西川が、センターへタイムリーヒットで2点。3対2。1点差までね、追い詰められるっていうところはあったけども、まあ、オリックスはね、7回三者凡退。で、8回もワンアウトから太田レフト前、森フォアボールで出るけども、中川、西川が1本出ず、追いつけず。で、9回にもね、2アウトから頓宮がツーベース打つけども、代打トーマスの、セカンドライナーを、セカンド小深田ダイビングキャッチでファインプレー、グップレー。あれ抜けてた同点だからね。あの小深田素晴らしかったね。あのダイビングギリギリだったからね。そういった意味では、あの守備はね、この勝ちに結びついたっていうのもあるけども、やっぱりこの5回のね、もうちょっとこのね、で、まあ、辰巳は3割あるから、まあ、難しいところではあるけどもね、ここで1点でも取ったらもうちょっと楽な展開だったかなと。まあ、終盤はね、8回に、井口から浅村がセンター前ヒット。で、鈴木大地のファーストライナーでね、まあ、戻れずっていうところはあるけども、これなかなか、何気にファースト、ベースついてるファーストのファーストライナー戻りきれないからね、まあ、なかなか難しかったなっていうところはあるけどもね、まあ、あとはね、なかなかチャンスも作れず、まあ、1本出ずっていうところで、まあ、このね、阿部のツーランの3点目でね、しっかりそのまま逃げ切ったっていうところでは、まあ、早川のね、素晴らしいピッチングと、それをね、最後9回、則本がね、ランナー1人フォアボールで出すけども、フォアボールじゃない。9回にね、頓宮のツーベースで出すけども、最後ね、トーマスをセカンドライナーで打ち取ってね、ゲームセットっていうところで、ね、粘り強く勝利を結びつけたっていうのもあるし、ちょっとオリックスは全体的にバランス悪いね。なんかね、ピッチャー踏ん張ってもっていうところはあるけどもね、もう一本出ないっていうところもあるし、最後はね、ダイビングキャッチで捉えて運もないっていうね。ほんと楽天はね、かゆめだけど、5回の攻撃がどうだったのかな。しかし、しっかりね、勝ったっていうのは良かったんじゃないでしょうか。3対2でね、楽天の勝利でした。オリックス対楽天20日の試合2対3楽天の逆転勝ちっていうね。ところで楽天先発岸5回91球7安打3三振1四球2失点。まあね、前回完封勝利というところで、まあこの試合もしっかり5回2失点でね、抑えて試合作る。その後渡辺、湯気、藤平、鈴木、空、酒井、則本、ターリーと無失点に抑えてグピチ。まあピンチもね、ありながらもっていうところだったけどね、なんとか踏ん張ったなと。で、オリックス先発カティーヨ7回93球4安打2三振2四球1失点というところで、まあ、持ち前の打たせ取るピッチング、球数も少なくストライク先行でストライクゾーンを、ね、動かしていくっていう中では非常にいいピッチング。その後ね、ペルドも行って、まあ、このまま勝ち切るかと思ったらバチャとか打たれてね、最後は山下俊平太。山下俊平太もホームバラバラ、もう上半身と下半身のバランスも合ってないし、ちょっとホームのバランス悪すぎるね。いい球行くとか行かないの問題じゃないと思う。ちょっともう一回ホームしっかり見つめ直してやっていかないと、ちょっと今のままだったら厳しいんちゃうかっていうね。もう見てても力、ただ投げてるだけだもんね。力全く伝わってないし、なんかうおーっていう感じも全くないから、もうそれは全部フォームのバランス、上下のバランス全く合ってないっていうところが問題なんじゃないのかなっていうところもありますけども、楽天はね、3回表、先頭の石原がね、左中間へ先制ホームラン、1点先制するけども、6回の裏にね、オリックスは大里がツーベースで、森がレフト前ヒットで、ノーアウト1、3塁から太田がね、センターへのタイムリーツーベースで同点で、ノーアウト2、3塁で西川フォアボールで、ノーアウト満塁から中川のね、三遊間深いところ、ショートゴロ、ね、の間に、まあ、セカンドはね、フォースプレーでアウトになるけども、勝ち越しの2点目。なおもワンアウト1、3塁からトーマス三振、頓宮フォアボール、宗三振っていうところで、まあ、ここら辺はね、もう中川、特に渡辺をね、リリーフで使って、中川をショートゴロ、トーマス三振で頓宮フォアボールになるけども、ツーアウト満塁から宗のところでピッチャー交代、湯気でね、この楽天のベンチワークもね、いい形でいったし、渡辺もね、湯気もピンチの中でね、まあ、内野ゴロの間に1点は仕方ないけどもね、それ以上の失点をさせなかったっていうところがね、この試合の勝ちに結びたこの6回のね、継投劇っていうのはグッ、ベンチもね、本人たちも素晴らしかったなっていうね。逆に言うとオリックス、このね、ここでもう3点目取れなかったことが問題。もうこの試合のね、オリックスのテーマはもうこちらです。あの、取るべき時に取れないからこうなるね、初回にもね、ワンアウトから森がツーベースを打って後続続かずね、2回にも先頭長川がツーベースをつけるも、トーマスはね、進塁打も出ず三振、頓宮三振で、宗がね、ライトフライと1点も取れずで、今のね、5回っていうところもね、5回も先頭トングがライト前ヒット、胸アウトになるけども、福田の時にね、
頓宮牽制アウト、バッと何やっとんっていうね。で、福田もセカンドゴロ、まあ、こんなことしてるからっていうね。でもその中で6回ね、勝ち越すんだけども、その後、追加点取れず、ね、9回もね、同点に追いつかれて、ね、11回、2アウトからだけども、杉本頓宮が連続ヒット。で、2アウト1、3塁からね、胸敬遠されて、2アウト満塁。サヨナラのチャンスで福田がね、セカンドゴロでアウト。で、12回もね、1点取られた後に、1アウトからね、ピッチャー則本、森、太田、西川と連続フォアボールで3者連続フォアボールで、ワンアウト満塁、最低でも同点、一気にサヨナラのところで長川が 5-2-3 ダブルプレーでゲームセットね。勝てるチャンスはいっぱいあった。まあその中でね、楽天はもう最終回ね、このまま負けるかなっていうところでマシャドに変わったところ、先頭浅村がセンター前ヒットで、鈴木大地がきっちり送りバントを成功する。鈴木大地前日もそうだけどきっちりやるね、大地ね、いいね。ワンアウト二塁からフランコがね、レフト線タイムリーツーベースを打って同点っていうね。で、12回にも、ピッシャー山下俊平太、先頭中島がね、フォアボール。で、村林がきっちり送りバントを決めて、代打阿部がレフトへ勝ち越しのタイムリーヒットというところで、まあこれ一本で勝ちね。だからこういったところでね、楽天もね、鈴木大地もそうだし、この村林もそうだし、きっちりやらなきゃいけないところで送りバントをしっかりできてるっていうところもね、強いところだし、逆にね、オリックスは本当に今言ったようにね、勝てるチャンスはいくらでもあったけども、そこで一本出ないっていうね、ところで言うと、もうなん、もう満塁だけどスクイーズやとかもね、必要なのかもしれない。もう大げさなこと言えばね。まあそういったところでね、まあなかなかね、オリックスとしては厳しい戦いだし、楽天としてはね、ここね、いい形の、2連勝ね、オールスター前に向けて、ここね、一気にね、目の前の敵のオリックスをね、3連勝していい形で終わりたいところ。さあ、今日どうなるのか。楽天対オリックス、21日の試合、12対5で楽天の勝利というところで、このカード楽天3連勝大きいね、この3連勝ね。A クラスっていうね、ところでは。楽天先発藤井ね、7回94球、8安3三振、1セットボール4失点と。まあ、ちょっとバタついたところもあるけども、まあ、こういったところね、今季7勝目っていうところで、抑えた時にもしっかり勝つね。ちょっとバタついても、打線の援護で勝つっていうね、この、やっぱ周りがいいね、噛み合わせがね。まあ、こういったところもね、勝ち星を増やすためには必要だから、そういった面では、ちょっと藤井がバタついたけどね、チームの打線がしっかりね、行って勝てたっていうのも大きいし、オリックス先発佐藤ね、1回30球4安打2四球6失点で、初回降板っていうところでね、まあ自身、まあ初回2回か、降板っていうところで、まあ自身のミスもあるからね、若干この試合もオリックスの自滅感がね、否めない。初回ね、楽天の攻撃、大郷がレフト前ヒット。で、村林がサードゴロでアウトになるけども、ここで村林がね、盗塁。で、辰巳フォアボール。で、浅村タイムリーの鈴木大地がスリーランホームランで4点先制。そして、2回の表に、先頭小深田フォアボール。で、太田光が送りバントをするも、ピッチャー佐藤がファーストへ好投悪送球。で、ノーアウト1、3塁になって、小郷のタイムリー。で、村林のタイムリー。で、辰巳が犠牲フライと、さらに2点追加で6対0。ね。これは痛かったね。きっちりファースト投げとけば、ひょっとしたら、このね、イニング0点だった可能性もあった中でね。しかし、オリックスは2回裏ね、先頭西川のレフトフライを、レフトの阿部が落球、バッと。ね。で、中川がアウトになるけども、杉本がレフトスタンドでツーランホームラン。で、その後も攻撃緩めず、宗頓宮が連続ヒットでワンアウト一三塁をチャンス作って、若月のショートゴロで、まあ、1点を返して、6対3。でもこれね、ダブルプレー取れたよ、やっぱり。これでやっぱね、ダブルプレー取らなきゃいけないっていうね、ところで取りきれないのがね、今日の試合ちょっとね、小深田の送球も逸れてるっていうところもあるし、若干ね、ジャックしてるっていうところもあるけども、勝ったからいいけどね、ちょっと取るべくところでダブルプレー取れてないっていうところはね、ちょっと修正しなきゃいけないよね。で、6対3になってからも、3回の表ね、チャンスで、大郷がタイムリーヒット。そして、村林の打席、2アウト1、3塁で、ファーストランナー大郷が盗塁したところ、若月がセカンドへ悪送球、3塁ランナーホームインっていうところで、2点得点で8対3。まあ、ここもミスだね。もう、オリックスは全ての噛み合わせが悪いね。で、5回裏にね、ワンアウトに三塁から、西川のね、犠牲フライで1点取るんだけども、ここね、セカンドランナー森が三塁になってアウトになるんだよ。これ行く必要あるかっていうね。だってこの1点取ってもまだ4点差だよ。そんな慌てて行く必要ないじゃん。で、ここでね、まだもう1回チャンスあって、その後ね、ポンってもう1点取れるよね。そしたら8対5になるかもわからなかったところ、三塁行ってアウトっていうのはね、だいぶ必要ないことしたねっていうね。だからこういったところのミスもね、痛いよね。
で、楽天はね、7回表に、ね、山下俊平だから、浅村がレフトスタンドでホームラン打って、で、8回もね、辰巳、そして浅村のタイムリーで3点、12点っていうね。で、8回裏に、中川のね、ノーアウト1、2塁からショートゴロね、6-4-3ダブルプレイ、ここも小深田をファーストへ悪送球っていうところで、ここもね、まあ、勝ったからいいけど、やっぱダブルプレイしっかり取んなきゃっていうね、ところはあるんで、まあ、勝って兜の大締めようじゃないけども、3連勝したっていうのは楽天めちゃくちゃ素晴らしいしね、めちゃくちゃね、得点も取ってよかったけども、そういった細かいところもね、やっぱりしっかり修正してね、オールスターブレイクを望みたいっていうところもあるし、まあ、オリックスとしたらもう散々な試合展開だったね。まあ、オリックスで言うと、今月ね、1,2,3,4,5、ね、出足よかったのよね、5連勝を。7勝1,2,3,4,5,6,7勝7敗5分、まあ、まだ5分で耐えてんだね。そう考えると大きいね。かなり状態悪い中で今週も1勝5敗だからね、その中で5割キープできてるのはかなり大きい。オールスター明けソフトバンク、ソフトバンク日本ハムか、ここかなり大事になってくるね。で、楽天は、今月ね、週末の無類めっちゃ強いね。出足悪いけどね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9勝10勝1,2,3,4,5,10勝5敗、貯金後グッと7月 OK。 しかもまたね、オールスター系ロッテからだから、ここバチーと倒してね、いったら一気にいいだからね。そういった意味ではロッテソフトバンクで、ね、勢いつけて7月構成もね、楽天も行きたい、一気にね、かなりチャンスもあるからね。そういった意味ではこの楽天の3連勝は大きかったですね。続いて中日対巨人、19日の試合1対0で中日の勝利というところで、中日先発高橋朗斗8回121球4安打12奪三振無四球無失点完封勝利ガペッチ。この日ね、日刊スポーツで評論してましたけども、9回ね、マルチネスがしっかり、1イニングね、三者凡退で抑えて、セーブもつけて勝ちっていうね、もうこれはちょっとね、打てない高橋朗斗ね。しかもね、ジャイアンツも、ファーストストライクスイング率 56% と、結構で積極的に、振りに行ってたんだよね。でもまあそれはもう追い込まれたらちょっと太刀打ちできないからね。そういった面では策的にも良かったけども、まあそこをしっかり仕留めきれなかったっていうところがね、あって、まあ4安打、完封負けだから、ちょっと巨人としてはね、もうこれはもうちょっと太刀打ちできないと。で、ジャイアンツ先発と、7回110球、6安打6三振、2四球1失点と、こちらもグピチ。ね。まあ2回を裏にね、先頭細川がレフトスタンドでホームランと、まあこの1点でね、戸郷は負けたけども、戸郷ここまでね、5敗してるけども、その5敗の平均失点は2点だからね。平均失点2円で5敗だから、まあね、東とか大瀬良とかね、この高橋朗斗とかもうエース級エースとね、投げていかなきゃいけないから、それはね、ジャイアンツのエースとしての宿命だからね、そこを勝ち切らなきゃいけないけども、やっぱジャイアンツが今後優勝していくっていうことを考えると、この戸郷の時にしっかりね、相手のエースにも負けないで勝ち切らなきゃいけないよね。こういったところをしっかり勝ち切ってると、勝ち越しっていうところも増えていって、優勝に近づくから、しっかり戸郷が投げてる時に援護点をね、しっかり取れるかどうかがね、今後のジャイアンツのね、課題っていうところかなと。まあドラゴンズはね、しっかり高橋朗斗が抑えてしっかり勝ち切ったっていう中ではね、非常に良かったかなと。まあ唯一のピンチはね、4回表、先頭吉川がレフト前ヒット。ここでね、ワイルドピッチでセカンドに進むけども、ヘルナンデス三振、岡本三振、で、大城がね、セカンドゴロと。まあここをね、しっかり防げたっていうところがね、まあ大きなね、この完封、ね、チーム完封勝利にね、近づいたんじゃないのかなっていうね。まあ全体的にはジャイアンツなすすめだし、ドラゴンズのね、完勝って言ったところだったじゃないでしょうか。高橋朗斗ね、グッペッチ、完璧なピッチングでした。中日対巨人、7月20日の試合、4対3で巨人の勝利というところで1勝1敗の5分に持ち込んでね、巨人先発グリフィン、6回3分の1100球、4安打8三振、1球2失点というところで、まあ、グリフィンもね、開幕投手はちょっと状況ね、状態悪かいなと思いましたけどもね、しっかり調整を挟んでね、投げてくる最近はね、いい形。今日もね、まあカーブスライダーもあるけども、右バッターにね、チェンジアップっていうところも良かったんじゃないのかなっていうね。まあ交流戦明け、これで3連勝だからね。まあ、ニッパームにも15日勝ってますけども、まあ、交流戦明け、1、2、3、4、5試合投げて、3勝。しかもね、防御率が1点っていうね、その間のね、非常にね、安定的な素晴らしいピッチング。そして、ケラー、バルドナード、大勢とね、繋いで、まあ、最後は1点差に追いつかれるけどもね、しっかり握り勝ち。で、ドラゴンズ先発ね、メヒア、4回3分の2、92球、5安打4三振、3四球、3失点と。まあ、ちょっとずつのっていうね、このフォアボールが痛かったなっていうね、初回もね、丸フォアボール。そして、吉川のセンター前ヒットの間に丸がサードまで行って、で、ノーアウト1、3塁がヘルナンデスのショートゴロの間に1点を先制。で、3回にも2アウトから吉川ライト前ヒット。
でここでね吉川が盗塁するけどもヘルナンデス岡本がフォアボールで2アウト満塁から大塩がねタイムリーヒットというところで2点で一気に3点序盤ね。だからこの2イニングともねメヒアがフォアボール絡んでるからねそういったところのフォアボールがねまあヘルナンデス岡本がね粘って7球目フォアボールっていうところでね簡単にはフォアボール出してないけどもその粘り負けがね正直痛かったかなと。で6回にはねワンアウトから岸田がツーベースで井口がセンター前ヒットでワンアウト一三塁でグリフィンがねセットスリーバウンド失敗でアウトになるけどもしっかり丸がねツーアウト一三塁からセンター前タイムリーヒットを打ってこの6回でダメ押しこのまま4対0で勝ち切るかなと思ったけどもドラゴンズもね、7回裏に、福田がレフト前ヒットで中田翔がね、右中間を抜けるタイムリーツーベースで1点返してで細川がライト前ヒットでノーアウト一三塁から後藤俊太のセカンドゴロの間に1点取るけどもここでねあのセカンド吉川がね一塁間の深いところだったけどセカンドちゃんとアウトにするんだよねこれがねグップレあれねファーストアウトにだけだったらワンアウト二塁から代打板山そして代打高橋周平とかにねもう一本出てたら1点取られるところだっただけにそれをねしっかりワンアウト一塁にしたっていうね細かいようだけどああいったところのね吉川のプレーは大きかったかなとまあその後ね後続続かず2点止まりねで9回にはね大勢から最近大勢無双状態だったからねその中からワンアウトから細川がライト前ヒット後藤俊太アウトになるけども板山センター前ヒットで代打岡林がレフトへタイムリーヒットを打って1点差で2アウト1塁で最後は石橋がねサードゴロでバンジーキュースっていうねまあ1点差を追いつけなかったっていうところはあるけどもジャイアンツはね1回3回6回と先制中押し球をししっかり取ってねまあ終盤ちょっとバタついたけどもまあ前半のねこの4点が大きなね援護になったかなっていう試合展開でしたね。まあここをね1勝1敗できたっていうところはジャイアンツとしては大きい試合展開だったんじゃないでしょうか。グリフィンのね長いイニング投げた好投っていうのもねこの勝ち星に結びついたところではあると思います。中日対巨人21日の試合1対4で巨人の勝利というところで、このカード2勝1敗で巨人の勝ち越し、まあ、巨人はねしっかり勝ち越したっていうところは大きかったけどもね。で先発菅野6回89球5安打5三振無四球1失点と、まあ、フォアボールだったのでねしっかり投げれたっていうところも多かったし中日先発ね、まずは5回84球5安打1三振1四球3失点まあ踏ん張ってたけどね。まあ、その中でね、巨人は5回に先制、先頭大塩がヒットを打って、若林がね、レフトスタンドでツーランホームラン。若林無理ね、巨人来て生き生きいけてるね。まあ、ここまでね、打率は2割3分3厘と、まあ、まだまだちょっと上げていかなきゃいけないけども、いいところのね、サヨナラヒットもあったし、なんかインパクトあるね、バッティングできてるね。で、6回にもね、先頭吉川がスリーベース。で、ノーアウト3塁から、ヘルナンデスのね、ライトに犠牲フライで、3点目。で岡本大城が連続ヒットでワンアウト一三塁から若林のセカンドゴロ、ゲッツー取れず4点目これもねジャックしてんねんセカンドゴロがショートジャックしてダブルプレーあパンパンパンっていけばダブルプレー取れてたんだよ。若林がね全力出して足も速かったっていうところもあるけどもこの4点目もったいないよね。まあ、そこで全部だな失点だったなっていうねこれダブルプレーだったらチェンジだったからね。で4対0で6回ぐらいね、中日は中田のホームランで1点返すけども、まあ、そこまでっていうところで若干まだ中日がねタイムリー欠乏症になってるなっていうねチャンスは作るけど1本出ない。3回ぐらいね2アウトからだけどもカリスト後藤俊太ね連続でヒットで2アウト1、3塁チャンス作るけども、高橋周平がね三振ね。で、5回でもねリュウクがランナー出て2アウト2塁チャンス作るけどもカリステが三振で7回でもね、代打岡林がライト前ヒットで代打大島がねセンター前ヒットでカリステフォアボールとツーアウト満塁ビッグチャンス作るけども、代打福永がねピッチャーゴールでアウトね。で8回でもねピッチャーバルドナードがね、高橋そして細川岡林と3人でフォアボール出してツーアウト満塁ね。でリュークに代わって代打中島でここでね船場様が出てきて中島ショートゴロで1点取れずっていうね。まあランナー出すけどもね最後に1本出ない。なんか去年の中日に逆戻りしてるなっていうところもあるから、まあここら辺ね、しっかりね、またこのオールスターブレイクで修正していきたいっていうところで、まあ巨人はね、首位ターンだね。まあこの中で1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11勝4敗だからね、貯金7だね。ほぼ7月で作ったね、貯金ね。これはかなり大きかったね。全カード、勝ち越しだからね、ジャイアンツはね。非常にいい形でね、オールスターブレイク入るし、中日は、1、2、3、4、5、6、7勝、1、2、3、4、5、6、9敗、借金に、まあなんとか踏ん張れてるかな、今日勝っとけばね、この巨人戦勝ち越しとけば5分ぐらいでいけたのにね、まあ後半ね、阪神、ヤクルトだから、ここバシッと勝ち越してね、
いけるかどうかっていうところはかなりのポイントもだけど、ちょっと巻き越したのが痛かったね。で、巨人はね、DeNA、阪神とかから、ここで一気にね、ガッて差をね、広げていきたいオールスタープレイクっていうところになりますね。まあ結果はね、4対1で巨人の勝利、2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。阪神対広島、19日の試合、1対0で広島の勝利というところで、広島先発、床田、7回107球、7安打6三振、無四球無失点、グッピッチ。その後、阪、栗林と完璧に抑えて、完封、シャットアウト。阪神先発、村上頌樹、8回129球、5安打6三振、無四球1失点、こちらのグッピッチ。いや、もうこれは攻められないよ。ね、村上もね。広島はね、5回表、ね、中村センター前、坂倉ライト前ヒット。で、ノーアウト1塁からね、菊池の送りバンドをキャッチャー坂本がミスエラーっていうね。で、ノーアウト満塁になって、シャイナーのね、ショートゴロの間に1点を挙げるっていうね。まあ、これが決勝打だからね。まあ、こういう、まあ、坂本がね、バンドをファーストにアウトしてたから、ね、したからって言って、この1点入らなかったかもわかんないけど、この坂本のファンブルっていうのはね、ちょっと痛かったかなっていうね。まあミスだからね、ミスが失点に絡んでっていう中ではね、しかもこれがね、この1点差で負けるっていうね。だけどタイガースはね、初回近本ライト前ヒットで、中野がしっかりね、送りバントの中でセーフティー気味にして内野安打で、ノーアウト1塁からね、森下がライトフライ、佐藤が三振、大山がね、セカンドファールフライで1点も取れずっていうところで、まあここね、もう森下思い切ってバントでもよかったよね。まあ結果論だけどね。それぐらいしないと、ちょっと後続続かないで点取れないかなっていうところもあるからね。もうそれ以降はヒットも出るけど、ほぼチャンスなくね、最後のチャンスは7回裏、佐藤、大山、野口と3者連続ヒットでノーアウト満塁のビッグチャンス作るけども、坂本が6、2、3のダブルプレー、そして2アウト2、3塁から木浪がね、センターフライと1点取れず。まさかのホームゲッツーダブルプレーだからね。まあここをね、床田がよく踏ん張ったっていうのはあるけどもね、まあなんとか広島のね、この1対0の勝利、阪神としては勝てるチャンスあった中でね、歯がゆい敗戦ね。で、20日の試合ね、0対1で広島の勝利っていうね、こちらも投手投げ合いなか、結局最後はミスでっていうね。広島先発大瀬良、7回98球4安打1三振無四球無失点、またも勝ち星つかずね。その後堀江、ハーンがしっかり抑えて、森浦が勝ち投手になって、最後栗林がセーブポイントね。8回以降8、9、10、11とノーヒット、フォアボールのランナー1個出しただけでほぼノーチャンスタイガースね。阪神先発ね、及川6回87球3安打4三振1球無失点とね、大瀬良、及川ともに両先発グッペチ。及川はね、本当なんか手がね、ムチのように長くね、しなってたなっていうね。球持ちも良かっただろうし、低めにね、しっかり制球できて、変化球もね、まあそこがね、打たせて取るっていう中では、好投にね、導けたんじゃないのかなと。まあ大瀬良はね、外のストレート、カット、そしてインコースのシュート、スライダー、シュート、ストレートっていうところをね、変わることなく、投げ込めてね、安定的なピッチング。無失点だからね。その後阪神もね、石井、桐敷、岩崎、池田とね、いい形のピッチングをついたけども、11回ね、ミスで負けるだからね。まあタイガース的にはね、ほぼチャンスなくて、4回までノーヒットノーランだからね。で、5回にワンアウトからね、大山レフト前、そして前川ライト前でワンアウト1塁チャンス来るけども、梅野がね、6-3ダブルプレーと。ね。で、6回にもワンアウトからね、代打野口がレフト前ヒット。で、近本セカンドゴロ、まさかの菊池がファンブルエラーでワンアウト1塁。で、ここでね、中野がセカンドライナー。で、森下がライトフライト1点取れず。ね。で、7回にも先頭佐藤がね、レフト前ヒットで出塁するけども、後続続かず。ね。で、8回、9回、三者凡退。で、10回はね、フォアボールで出すけども、梅野が4-6-3ダブルプレート、ノーチャンス。ね。で、広島もね、5安打だけだから、ね、初回2アウトからね、野間小園が連続ヒットで出るけども、上本が三振。まあ、ここは2アウトだからね、っていうところもあるけども、2回、3回ね、三者凡退。4回フォアボール出るけども、後続続かず。5回三者凡退。6回も2アウトからランナー出して、まあ、ここね、2アウトからランナー出すっていうところがね、なかなかリズム感がね、出ない。で、7、8もね、三者凡退。で、9回もまた2アウトから小園がヒット。全部2アウトからなんだよね。で、それでなかなかね、点が入らず。で、6回もまた2アウトから中村がライト前ヒットとね、相澤三振。全部2アウトから。ね。その中で迎えてね、11回、ピッチャー富田、先頭秋山フォアボール。これ痛かった。結局このフォアボール痛かったよ。そして、2番矢野がね、送りバンドを決めるもんね、ピッチャー富田がファーストへね、後頭悪送球。で、そこをね、中野がね、
ファンブルして、でちょっとね、体勢崩して落ちちゃって、まあ悪送球だからね、よく止めたっていうのもあるけどもね、ファーストランナー大森がね、三塁向かって好走塁、その中で長野がね、膝立ちしながら若干座りながらね、サードに投げて、それがまあワンパン悪送球になってね、セーフになって、まあその間にね、バントして矢野がセカンドに行くっていうね。でもね、ここでね、一番褒めてやりたいのは、阪神のね、レフトね、上田。よくカバー行ってた、あれは。カバーマニアのね、佐々木としたら、ノーアウト一塁の送りバントってなった時に、あれをちゃんと、ファーストから三塁来るように、三塁の後ろにバックアップしてたってね、超ファインプレーだからね、正直。あそこまで、まあ気にして見てなかったから、どれだけの選手が行くかどうかわかんないけど、あれをちゃんと行って、もう、あれ、ホームに帰ってきてもおかしくなかったからね、それを完璧な位置で、完璧な的確な速さで、あそこにカバーリングできてる上だね。グッと。めちゃくちゃ素晴らしい。ね。で、それによって、まあそれでね、若干ね、飛び出した大森をサードでね、タッチアウトに防ぐっていうところで、まあちょっとビデオ見たけど、わかんなかったね、アウトかセーフか。だからまあ判定通りね、セーフってなったけども、ね、ダブルエラーだからね。で、ノーアウト2、3塁から、ノーアウトね、敬遠して満塁策取って、小園がね、センター犠牲フライを打って、まあ1点、これがね、勝利打点になったんだけども、ね。まあこれもまたミスだからね、2試合連続ミスで負ける、まあタイガースエラー多いけども、このクソ大事な時に、なかなかチームが打てない時に、2試合連続ミスで負けるっていうね、ところが、非常に痛かったかな。まあ広島もね、ミスは出たんだけどね、菊池のファンブルとかね、まあ、そこをね、しっかりね、ピッチャー陣がね、乗り越えたっていうのも大きいしね、野間がね、ライトフライポロリと落としたっていうのもあるけども、あれでね、やっぱファーストランナーね、セカンドあの位置じゃちょっといけないよ、ね、正直。だからまあ、セカンドフォースアウトもね、まあ、あれはちょっと仕方ないかなっていうね、ところはあるけども、まあ、広島もね、ミスがなかったわけじゃないけども、そのミスをね、つけなかったタイガース。逆にね、タイガースはもう致命的なミスをしちゃった。まあ、こういう接戦はね、野球界の定説ではね、ホームランかエラーで決まるっていうところの2試合連続エラーで決まっちゃったっていうね、逆に勝った広島はいいしね、阪神としたらそれは岡田さんの愚痴も止まないやろっていうようなね、試合展開になりました。でもその中でもね、やっぱりレフトの上田のカバーリング、あれはね、本当に称賛されるべき。あそこに多分悪送球来る確率めっちゃ低いと思うよ。全てのことがいろいろあってね、ファースト悪送球だとサードまで球投げないからね。逆にセカンドのカバーリングね、セカンドベースのカバーリング行かなきゃいけなくなる。ライトからの返球でね、っていうところもある中で、しっかりね、万が一のね、確率しかない、ね、カバーリングを選択してしっかり行ってるね、上田海吾ね、本当に野球のもあるね、素晴らしいプレーだったと思います。負けた中にもね、光るプレーはありますよっていうところはね、ぜひ紹介したいプレーでしたね。まあ結果としてはね、広島の2勝、ね、3連勝なのか、1勝、阪神が報いるのか、最終戦、どうなるのか。さあ、2連敗で迎えた阪神対広島21日の試合、なんと12対3で阪神の勝利っていうね、もうなんか席切ったようにね、取るときそんな取んだっていうね、分割して取りたいよっていうね、中での試合でしたけども、広島先発ね、クリアレ、2回3分の2、66球、6安打3三振、3四球、6失点とね、で、阪神先発西、6回87球、9安打4三振、無四球2失点と、ストライク先行でね、非常にバランスを取れたいい投球だったかなと。で、2回にね、広島先制、ワンアウト1、3塁からね、矢野のショートへのタイムリー内野安打っていうところで、まあ1点先制してね、いや、これまた広島ね、3連勝あるんちゃうかって言った中で、3回裏ね、梅のツーベース、で、西がね、スリーバンド失敗アウト、バッと、ここちゃんとやっとかなきゃっていうところで、近本フォアボール、これ痛かったね、クリはね。で、ワンアウト1、2塁から中野がね、レフトへタイムリーヒット。で、森下アウトになるけども、サトテルがタイムリー、大山タイムリー、前川タイムリー、木並タイムリー、梅のタイムリーというところで、1、2、3、4、5者連続タイムリーヒットでね、一気に6点。ね。で、5回の表にね、秋山のタイムリーツーベースで2点ね、4点差にするも、6回裏に、またもね、ピッチャー矢崎から、木並デッドボール、上のレフト前ヒット。代打野口はサードゴロでアウトになるけども、近本タイムリー、中野がね、ライト前ヒット。で、森下タイムリー、佐藤輝犠牲フライ。で、大山のレフトスタンドでツーランホームランでまたも6点、12対2。ね。で、9回表に大森のね、センターのタイムリーツーベースで1点返すけども、12対3と、阪神圧勝でございます。まあ、これはもう仕方ないね、広島としてはね。でも、できんじゃんっていうね、多分、阪神ファンの声、できんじゃんっていうね。
まあ、これでね、なんとかね、いい、まあ、オールスターブレイク、気楽に練習できてよかったね。これ3連敗だったら甲子園の練習地獄よ。その中ではね、勝ってよかったなっていうところはあるけども、阪神はね、ここまで7月、1、2、3、4、5、6、7、8、9勝、1、2、3、4、5、6、7、8敗、あ、貯金1で終われたじゃん。ね、最低限、最低限だね。で、オールスター明け中日巨人だから、これは負けられないね。こう中日に負け越したりなんかしたら中日が勝って上がってくるからね。そういった意味でも、でも最後ね、しっかり勝って、日曜日は一応全勝なんだね。金曜日が全敗してるね。タイガースもね、まあ、そういった中ではなんとかね勝ち越して終われたっていうところは良かったしね。で、カープね、まあね、今日負けて首位をね明け渡すでオールスターブレイクになったけども、1、2、3、4、5、6勝1、2、3、4、5、6、7、8敗、借金に7月ね、ちょっとバタついたね。あと雨で中止がね、3試合あったっていうところもね、まああれだったのかなっていうところはあるけども、オールスターブレイク明け、ヤクルト、DeNA、これはパンパンパンってね、行きたいところだけども、ヤクルトに足元救われたら危ないよっていうね、ところもある。打撃もね、上向いてきてるよっていうところもあるんでね、まあまだまだセリーグはね、わからないっていうところで、まあ阪神はね、3連敗しないでよかった。ね、気分よくオールスターね、ブレイクへ行けるねっていう戦いになりましたね。まあ結果ね、2勝1敗でカープの勝ち越しでした。ヤクルト対 DeNA、21日の試合7対8で DeNA の勝利というところでルーズベルトゲームね。まあなかなかっていうね、ところもあるけども、 DeNA 先発ジャクソン3回3分の1 68球5安打2安打2四球4失点、ちょっとね熱中症の症状が生じたっていうところでね、緊急降板になりましたけども、ヤクルト先発吉村4回74球8安打1三振1四球4失点で、金久保3失点、石山1失点と、DeNA は佐々木千早1失点、中川、森原が1失点ずつっていうね、ちょっと解説のしようがないんだけども、DeNA は2回表先制ね、山本渡来ヒット、で、ジャクソンのね、送りバントをしっかり決めて、2アウト2、3塁でチャンスを作って、梶原レフトタイムリー、で、オスナが2ランホームランっていうところでね、一気にね、4点を先制。で、3回にはね、ツーアウト二三塁から、村上の打席ね、ジャクソンがワイルドピッチで、1点を返して、で、3回裏にはね、山田のタイムリーね、ここもフォアボール、フォアボールで山田のタイムリー、そして、代打西川の内野ゴロの間に1点入れて、長岡のタイムリーっていうところで同点。で、5回にはね、村上のホームランで逆転。ね、このままヤクルト行くかなっていうところで、6回の表ね、先頭渡りツーベース。で、森ヶ瀬監督の間に進塁打、ワンアウト三塁。で、梶原がね、ライトへ同点タイムリー、オースティンがまた2打席連続のライトスタンドでツーランホームランで、7対5逆転と。ね。で、7回裏に、オサのホームランで、ね、1点差に追いつくも、8回表ね、すぐに、DeNA はね、2アウト1塁から柴田がね、タイムリーヒットを打って、8対6。で、9回にね、丸山のタイムリー打って8対7になるけども、ね、DeNA が1点勝利という、もう打ち合いだからね、これはもう解説どうしようもないし、途中ね、山本が熱中症の症状が出てね、交代したりとか、ジャクソンがね、降板したりとか、まあ、ここら辺はね、暑さも湿度もあるっていうところで、やっぱりね、対策をしてるだろうけども、そういったね、症状が起きないようにね、なんとか対策をね、しっかり練って、サポートチームもね、最近はちゃんとしてるだろうからね、そういった意味ではちゃんとしていきたいところ、ね。で、DeNA はね、7対8で先制して、20日の試合。20日の試合は、ヤクルト対 DeNA 6対4でヤクルトの勝利というところで1勝1敗。ミスが響く。両チーム3エラーね。DeNA 先発石田祐太郎。4回3分の1、83球、6安打2、三振、1四球、3失点と。まぁ、ちょっとね、この日はね、押し出してる感じだったね。ちょっとボールにしっかりね、スピンが効いてないというか、ちゃんと抑えきれてなくて、全部若干抜け気味で、力がちょっと伝わりきれてないなっていうね、印象はありましたけどね。ヤクルト先発サイスニート、4回3分の1、73球、9安打5三振、1四球4失点。ちょっとストレート切れないのかなっていうね。DeNA は初回ね、梶原、内安打。そして、ノーアウト1塁からオースティンがね、左中間へセンター前ヒットを打つけれども、ここでセンター西川が大きくファンブル。そして、セカンドに誰もいないところをね、点々と投げて、その間にオースティンは3塁へ。で、ファーストランナー、梶原はね、ホームへ1点。で、ノーアウト三塁から佐野がタイムリーで2点っていうところで、で、その後ね、ノーアウト二塁から、牧ライトフライ、で、ランナー三塁進塁して、山本がセカンドフライ、渡来三振と、ここでもう1点ね、DeNA はね、取っときたかったなっていうね。で、3回にはね、梶原オースティンの連続ヒット、で、佐野のファーストゴロでワンアウト二三塁でチャンスを作って、牧のショートゴロのね、間に1点を上げるっていうね、ところで、まあ1点、
追加して3対0。まあ、このまま行くかなと思ったところね、4回裏、村上がレフトスタンドへホームラン。ね、しかし5回の表にね、ワンアウト1塁から牧がレフトへタイムリーツーベースを打って、なおもワンアウト2、3塁から山本雄大ね、ここピッチャー最初にいいところ、星に勝ったところ三振。で、渡りデッドボール、井上がセカンドゴロというところで、このね、DeNA はね、もう一回取らなきゃいけないところにね、しっかり取り切れなかったっていうところがね、これちょっと敗戦につながってるかな。しかしまだこの時点で4対1ね。しかし5回の裏に、長岡がね、ノーアウト満塁からライトへ2点タイムリーツーベースで、5対3と2点差。でもノーアウトね、2、3塁、なおもチャンスっていうところで、西川レフトフライ。そして宮本が三振、村上三振と。まあ、勝ったからいいけど、ここで、どちらのチームね、もう一押しできない。ね。で、6回裏、山崎康明からオスナがね、レフトスタンドへホームランを打って、ね、4対4同点。で、8回にはね、村上がライト前ヒット。で、オスナがね、2打席連続のレフトスタンドへね、ツーランホームランで、6対4と勝ち越して、そのままゲームセットっていうところにもなるけどもね。で、DeNA は6回表にもね、ワンアウトから、代打松尾がセンター前。で、梶原がデッドボールとワンアウト1塁チャンス来るけども、オースティン佐野がアウトになって後続続かず。で、7回にも先頭牧がセンター前ヒットで出るけども、山本643ダブルプレイ。ね。で、9回にも、先頭梶原ね、サード村上の悪送球で、ランナー出て、オースティンがツーベース、ノーアウト2、3塁、2点差、一気に逆転して勝ち越せるチャンスの中、佐野がピッチャーゴロ、マッキャッチャーフライ、そして山本、サードライナーとね、1点取れず敗戦と。まあ、どちらのチームも1本というところあるけど、DeNA の方が1本というのはね、多かったかなと。この日は特に5番山本がね、5打数1安打なおも、ちょっとチャンスで1本出ずね、ちょっとブレーキになったかなっていうところはあるけども、どちらのチームもね、打ち合いの中でチャンスはあった中で、最後のね、1本ホームランで決めたヤクルトの方がね、勝ち切ったかなっていうね、現状1勝1敗の5分、まあ最後どうなるのか、ヤクルトもまだチャンスあるからね、こういった DeNA をね、しっかり勝ち越してね、オールスターブレイクを挟んで、まだね、調子に乗っていきたいところであります。ヤクルト対 DeNA、8対7でルーズベルトゲームでヤクルトのサヨナラ勝ちっていうね、このカード初戦はね、 DeNA のルーズベルトゲームで勝ってたけどもね、もう解説難しいよ、こうなってくるとね。まあ2勝1敗でヤクルトの勝ち越しっていうね、ところになりましたけど、やっぱ DeNA はね、ちょっとミスがもったいないよね。あと走塁とかね、っていうのちょっとずつミスがね、結局得点を取り切れてないく、結局こういう展開に、ね、なっちゃったかなっていうね。で、DeNA 先発系、4回3分の2、106球、7安打6三振、2四球4失点と、球数めちゃくちゃ多すぎるっていうね。で、ヤクルト先発岡、4回79球、6安打1三振、2四球1ゲットボール3失点と、まあ、若干ちょっと高めに浮いたかな。ちょっと高めに浮いたところを、まあ、DeNA 打線がね、それを見逃さずしっかり仕留め切ったっていうところもあるけども、ヤクルトはね、初回、2アウト1塁から村上がね、タイムリーヒットを打って先制するも、DeNA はね、2回の表、牧がホームラン、そして宮崎がホームランというところで、2者連続ホームランでね、逆転っていうね。で、2回の表、ヤクルトはね、すぐ、2アウト1塁から長岡のね、レフトの同点タイムリーヒットっていうところで、まあ2対2ね、しっかり追いついたけども、3回表にね、2つのフォアボールと宮崎のヒットで、ワンアウト満塁から山本三振するけども、渡辺がね、押し出してデッドボール。ね。踏み込んでいくから避けれなくて膝ガツァーン当たりね、あれ痛いね。でも交代するかと思ったらね、その後もね、しっかり出てたっていうところではね、まあ大事に至らなくてよかったなと。DeNA ここでしっかりね、逆転してっていうところはあるけどもね、4回裏、2アウト3塁から代打増田がね、ヤクルト、ライト前同点タイムリーヒット。で、5回の裏にはね、2アウトから宮本がね、2ベース。で、村上フォアボール。ツーアウト1塁からオスナがね、勝ち越しの、タイムリーヒットをレフトに打って4対3、ね、7回表ね、ここ DeNA、 ここがね、DeNA 一番ポイントだったんちゃうかなっていうね、ところでね、先頭、梶原がサードへ内野安打。ここね、やっぱ村上あれ下がったらね、梶原の足だったぶりでやっぱ前出てこなきゃ、あのバウンド合わせたことがね、まあ、内野安打につながって、でオースティンがね、これライトへポテンヒット。お、やっぱ梶原の足だったらね、あれでやっぱ三塁行かなきゃいけなかったよ。ね。で、三塁行けず、ね、ノーアウト一塁。ここで佐野がね、ライトへヒットを打つんだけども、セカンドランナー梶原が本塁タッチアウト。ここも足から行って手じゃん。あれ、頭から行ってたらどうだったんやっていうね、もうホームヘッドスライディングっていうところと、これノーアウトないから絶対アウトになったらいけないのに、その後、牧宮崎でしょ。もうそこまで無理して、まあ、梶原足速いっていうのもあるけどもね、絶対アウトになっていけない、結果アウトになってるからね、こう結果論なんて言うかもわかんないけど、評論とか解説は結果から読み取ってやらなきゃいけないから、そう思うと、
あそこは頭からヘッドスライディングだったんちゃうかって俺は思うけども、回してもダメだったよね。アウト 100% 打っていかなきゃ。で、その後ね、マキライトフライ、宮崎がね、ファーストファールフライで1点も取れてたからね、3本ヒット打ってよ、ノーアウトで。で、1点も取れてた。これ結局 DeNA の敗戦ね、一番のポイントだったかなと。ね。で、7回には赤羽がね、レフトスタンドでホームランっていうところで、グッバッティング。ね。2年前のフレッシュオールスターではね、長崎で MVP 思い出されるね、この時期になってくるとね。まあ、あとね、この、DeNA で言うとね、これでね、正直決まったかなってね、正直思ったけどもね、9回表ね、ピッチャー木澤が出てきて、梶原がセンターへツーベース、そしてなんとオースティンがレフトスタンドへ同点ツーランホームラン、頑張って。まさかのと思って。しかしよ、その後、ノーアウトランナーなしから佐野が左中間抜けるだろうっていうナイスバッティングを、レフト赤羽がダイビングキャッチ、グップレー。赤羽のホームランでね、かなり大きなホームランになって、しかもこの9回、佐野、あれ取れてなかった、確実にツーベースだった。ね、ひょっとしたら逆転まであったところを、あの赤羽のスーパーダイビングキャッチがグッチーム救ったね。その後、牧、宮崎がね、アウトになって、まあ延長にね、突入していくんだけども、ね、11回の表、ね、ワンアウトから梶原センター前ヒット、オースティン三振するけども、ツーアウト一塁からなんと佐野がね、今度はこれは取れないだろうっていうね、左中間へツーランホームラン、グッパッチ。ね、先ほど赤羽にね、スーパープレイ取られたけども、ね、ここツーランホームランで、これはさすがに決まったなと。さすがにね、これはもう決まったやろうと思ったら、11回裏、ピッチャーがね、坂本がマウンドに上がって、先頭丸山がね、センター前ヒット。で、ここで代打青木がね、レフトへ、ツーベースっていうところで、ノーアウト2、3塁になって、ね、長岡はもう最悪内野ゴロでもね、1点取ってランナー3塁にして同点に行けるっていうところで、引っ張りにね、思いっきり行ったらヘッドも立てて行ったらね、ライトへ同点のタイムリーヒットっていうね、ところで2点入ってね、で、ノーアウト1塁から、赤羽がね、しっかり送りバントを成功させたと思ったら、坂本から変わった京山が、ファーストへ悪送球、バッと、嘘やろっていうね。で、ノーアウト一塁になって、岩田が送りバントを決めて、で、ワンアウト二三塁から村上を敬遠して、オスナ勝負っていうところで、最後オスナがね、レフトへ、タイムリーヒット、サヨナラヒットというところで、ヤクルトの大逆転勝利っていうところでは、やっぱり DeNA はね、やっぱミス、このね、京山の、ファーストへの悪送球っていうところも、そうだし、ね、この2回のね、中村がヒット、で山田がサードゴロ、で丸山のセカンドゴロをね、牧が攻撃してからの長岡のね、タイムリーヒットだからね、無駄な失点を与えて、そして取るべき時に取れてないっていうところで、大勝ちな試合展開になったけども、ちょっと DeNA が攻守にわたってミスがかなりもったいなかった。かなり勝てる試合をね、ミスで落としちゃったなっていう印象があるね、試合でしたね。逆にヤクルトはね、そこをついてしっかりね、タイムリー。赤羽のホームラン。で、赤羽のあのレフトのファインプレイ。あれがね、ヤクルトに勝利をね、もたらしたと思います。あとね、丸山のしっかり進塁打を打とうと思ってもね、同点のね、ライトにヒットも素晴らしかったね。ああいうこう、意識がね、ヒットにね、持っていけると思うんだよね。まあ、その中でね、ヤクルト。7月はね、かなり苦しかった。ね、その中でまあ、今週はね、4勝1敗と勝ち越して、5勝の1,2,3,4,5,6,7,8,9,10敗、5勝10敗、借金5、ちょっと苦しかったね、7月ね。まあでもここね、DeNA に勝ち越してね、オールスター明け、広島ね、中日、しっかり叩いてね、なんとかね、借金をこの月減らしてね、食らいついていきたいっていうところもあるし、まあ DeNA ね、前半調子良かったけどね、1,2,3,4,5,6,7,8,9勝、1,2,3,4,5,6,7,8敗、貯金1っていうところでね、まあ7月終わって、今度ね、頭が巨人の3連戦だからね、巨人広島、目上のね、敵だから、ここをしっかり抑えて、ガー行きたいところっていうね、ところもあるから、まあね、負けてくよくよしてる場合じゃないけど、やっぱミスをね、減らしていこう、攻守ともに。そこがね、一番大事なところかなっていうね、ところです。まあ、オールスターブレイク終わってね、順位で言うと、セリーグは巨人広島 DeNA 阪神中日ヤクルトと、巨人は広島1ゲーム、DeNA は首位に 2.5 ゲーム、で広島、阪神が1位に、3位に1ゲーム差、そして首位まで、3.5 ゲーム差、で中日は、3位まで 5.5 ゲーム差、そして8ゲーム差か、で、ヤクルトが、3位まで6ゲーム差、ね、ちょっとね、中日ヤクルトを置いてけぼりになってるから、ここでガッてね、ちょっと連勝していきたいかなと。で、パリーグは、ソフトバンク、ロッテ、日本ハム、楽天、オリックス、西武というところで、ソフトバンク、2位、ロッテ、10ゲーム差、結局10ゲーム差になってんじゃんっていうね。で、日本ハムはね、ロッテに1ゲーム差。で、楽天も、日本ハムに1ゲーム差、ロッテに2ゲーム差。
で、オリックスが3位日本ハムに 4.5 ゲーム差。で、2位ロッテに 5.5 ゲーム差。で、西武は、5位に 13.5 ゲーム差だからちょっときついよね。借金が32だからね。もう松井稼頭央さんの借金超えてるからね。そういった意味ではちょっと2位から5位までがね、パリーグが混戦になるから、ここね、どうやっていくのかがね、まあポイントかなと。まあこれでね、オールスターブレイク。ファンの皆さんもね、オールスター楽しんで。そして明日日韓ありますから、もう札幌に来てますからね。福岡、姫路、大阪、札幌に来てますから。一人桃鉄やってました。ね。さあということでね、続いて、ベストラインの発表いきましょう。さあベストライン、まずはパリーグから。ピッチャー、西武、青山、グッカンプ。キャッチャー、オリックス、マーリン。ファースト、楽天、フランコ、めちゃくちゃ打ってる。ね。セカンド、日本ハム、石井、一発、ノーヒットノーラン、セイタ。はい。サード、日本ハム、グンチ、守備での貢献も大きいよ。ショート、セーブ、ゲンダ、やっと来た。レフト、ソフトバンク、柳町、いい活躍。センター、楽天、辰巳、お騒がせしてます。はい。ライト、ソフトバンク、まさき、慶応コンビ大活躍外野。DH、楽天、浅村、いい方白バッティング。浅村が打てば楽天が勝つ。はい、リリーフ、日本、田中正義、グーリリーフ、守護神。続いてセリーグ、ピッチャー、中日、高橋宏斗、ナイスピッチ。キャッチャー、巨人、大城、キャッチャーもファーストもいろいろやってもバッティングは生きてます。はい、ファースト、ヤクルト、オスナ、一時不調だけど復活してきました。はい、セカンド、DA で、マーキー。守備も頑張っていこう。盗塁を増やしてますよ。はい、サード、広島、小園、頑張っていく。はい、ショート、ヤクルト、長岡、一年通していいバッティング。はい、レフト、DA で、佐野、頑張っていく。センター、DA、梶原、一番定着。はい、ライト、中日、細川、一発しっかり打ってます。リリーフ、巨人、船場様、グッリリーフ。さあということでね、もう疲れました佐々木。ちょっともう寝たいと思いますね。皆さんもオールスターブレイクゆっくり休んでください。佐々木もね、総チェックはゆっくり休みたいと思います。また再開されたらやりますんでね、日韓ね、そしてオールスターね、皆さん楽しんでいってください。それでは。